震源地のアメリカよりも大きなマイナス影響っていうのを受けてしまったということです。なぜかっていうと、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はリーマンショック、日本への影響はどうだったかというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は、まあ、世界が軽症の中で日本だけが重症を受けてしまったというのが今回の結論になります。はい、なおですね、まあ、リーマンショックそのものがどのような出来事だったのかっていうのはですね、もうリーマンショックとは分かりやすくという、まあ、過去動画で解説済みですので、まあ、今回はリーマンショックの影響ですね、まあ、このリーマンショックというのは、まあ、どういう影響を世界そして日本に与えたのかという影響だけに焦点を当てて解説しています。はい、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にということで、まあ、復習からということですね。まあ、人は成長する方が当たり前ですと。だから人が集まっている経済っていうのも成長する方が当たり前だということですね。だから、まあ、当然ですけれども、まあ、世界第4位のドイツは右肩上がりで成長し続けてますと。そして世界第2位の中国も右肩上がりで成長し続けていますと。でもちろん世界第1位のアメリカも右肩上がりで成長し続けているということですね。はい、にもかかわらず世界の中で唯一経済的に例外の国というのが存在しているということです。はい、それがまあ日本であるということですね。はい、だからまあ全世界の金融機関とかもしくは経済学者たちが最も真剣に研究している対象というのがまあ日本だということなんですね。で、大事なことなので、まあ、再度確認しますけれども、まあ、原則っていうのは人が成長する方は当たり前ですと。だから人が集まっている経済も成長する方が当たり前ですと。にもかかわらず日本だけは成長せずということですよね。で、なぜということです。なぜ日本だけは成長しないということで、だから日本を真剣に研究しようと。まあ、全世界は日本を真剣に研究しているということです。そして日本のようにだけはならないように十分注意しようというふうにしているということですね。はい、で結果、まあ、世界による日本経済の研究によって明らかになったことっていうのは実は驚くほどシンプルなことだったということです。はい、すなわち、まあ、経済の原理原則っていうのがアダム・スミス、これが通常時平時ですねの原理原則です。政府は市場に一切で介入するなと。経済は消費者の需要そして生産者の供給、この需要と供給だけで決まるんで、だから普通の時平時は政府は市場に一切で介入するなですね。ただし原則があるならば例外があるということですよね。その例外対応ということでケインズが異常時はこうすべきであるというのを言っているわけです。困っている人たちがたくさんいるときは政府は市場に介入すべきということですね。でこの平時と異常時ですよね、原理原則と例外対応というのが、まあ一番大事な考え方になっているということです。はい、にもかかわらず、日本政府っていうのはその真逆をやり続けているっていうことが分かってきたということですね。はい、つまり問題がない時っていうのに、問題がないにもかかわらず政府が介入して、無駄にバブルを崩壊させたり、逆に問題がある異常時に、であるにもかかわらず政府がその問題解決っていうのを放置してしまっていて不景気が無駄に長期化しているということですね。まあ、こういったことが分かってきましたということです。はい、でまず、政府ですね、まあ、例えば日銀と旧大蔵省の介入で、まあ、1990年に、まあ、株式バブルが崩壊し、翌91年に不動産バブルが崩壊していますと。でその後日本政府っていうのは基本的に問題を放置し続けてしまったということですね。はい。で、結果、まあ、1997年に、まあ、最初ですね、北海道拓殖銀行、まあ、略称拓銀が破綻してしまうということです。はい。続いてですね、山一証券も破綻してしまうということですね。で、さらに98年に、長期信用銀行ですね、長銀も破綻してしまうということが起きます。はい。で、こうやって、まあ、日本の金融機関っていうのが、まあ、次々に破綻していく中で、まあ、日本社会全体に信用不安っていうのがどんどん広がり続けてしまったということですね。で結局、まあ、日本政府が本気で対策を取ったのは91年のバブル崩壊から実に12年後の2003年ですね。りそな銀行に対して、まあ、2兆円の公的資金を注入したということです。だから次々に日本の金融機関っていうのが経営破綻していく中でやっと、まあ、りそなは破綻させないということでここでドミノ倒しを止めたということになります。
わけです。はい、で結果ですね、金融機関のドミノ倒しっていうのが、ついに止まって、で、日経平均株価がですね、約5分の1になったところで、やっと社会不安が解消され始めたということです。実に12年かけてですね、やっと不安がですね、解消され始めたということです。はい、つまり、経済の原理原則っていうのが、アダム・スミス、これが平常時ですね、でこの場合は、経済というのは需要と供給で決まるんで、消費者の需要、そして生産者の供給、この需要と供給だけで決まるんで、だから政府は市場に一切で介入するな、これが原則ですと。ただし原則があるならば例外もあるということですよね。で例外対応としてはケインズの考え方ですね、異常時ということで、困っている人たちがたくさんいるときは政府は市場に介入すべきであるということです。はい、にもかかわらず日本政府っていうのは真逆である、問題がない平時になぜか政府は介入してバブルを崩壊させ、そして問題がある異常時に対しては政府が放置して不景気を無駄に長期化させていたということですね。はい、こういったことを、世界の金融機関とか、もしくは経済学者たちは、研究によって理解していましたということです。だから2008年にリーマンショックが起きた時、日本から教訓を学んでいたアメリカ政府の対応っていうのは驚くほど早かったということですよね。だからもう学習済み、研究済みだったということです。はい、すなわちアメリカで金融機関のドミノ倒しを起こさせないために、9月15日にリーマンブラザーズが破綻しました。そしてわずか5日後の9月20日、アメリカ政府は75兆円の公的資金注入を発表したということです。わずか5日後だったということですね。はい、つまりアメリカ政府は市場へ明確なメッセージを送ったということです。すなわち金融機関のドミノ倒しっていうのはもう起こさせないと、そして大丈夫ですとね、どうぞご安心くださいと、こういったメッセージをアメリカ政府は市場に対して送ったということです。はい、で結果アメリカの大手金融機関で実際に破綻したのはリーマンブラザーズだけにとどまり、他の大手金融機関っていうのは存続することができたわけですね。だからドミノ倒しが起こらなかったということです。そしてリーマンショックのマイナス影響が最小化された。リーマンブラザーズ自体は破綻しましたけれども、逆に言えばリーマンブラザーズだけで止めることができたということですね。なのでリーマンショックのマイナス影響というのが最小化されたことで、アメリカは再び成長軌道に乗った。そして中国も成長軌道に乗ったと、そしてドイツも成長軌道に乗りましたということです。はい、一方日本はじゃあどうだったのかということなんですけど、日本企業はリーマンブラザーズが破綻するきっかけとなった金融派生商品、いわゆるデリバティブっていうふうに呼ばれているものですけれども、この金融派生商品には投資していなかったんですね。なのでリーマンの破綻と日本企業の今後の将来性っていうのは直接的には全く無関係だったと。だからリーマンが破綻したことでっていうことと、そのリーマンが破綻するきっかけになった金融商品に全く投資してなかった日本企業の今後の将来性っていうのは直接的には全く関係がなかったんですね。しかし直接的には無関係であったにもかかわらず、間接的には震源地のアメリカよりも大きなマイナス影響っていうのを受けてしまったということです。なぜかっていうと、1991年のバブル崩壊から2003年のりそな銀行への公的資金注入まで、12年間もずっと先が見えない社会不安が続いていた日本っていうのは、世界のどの国よりも否定的なニュースに過敏になっていたということですね。だから何かね、また否定的な、出来事、ニュースがあるんじゃないかなっていうことで、他の国よりも過敏になってたということです。つまり、リーマンショックが起きたとか、100年に一度の世界危機が起きたとか、これから世界経済はとんでもないことになるとか、そういうね、情報に対してものすごく日本は、世界のどこよりも過敏だったということです。はい、結果ですね、せっかく2003年に下げ止まったはずの日経平均株価っていうのが、2008年以降再び下落し始めて、ついに2009年3月10日ですね、バブル崩壊以降の最安値を記録することになります。はい、でここでですね、改めてリーマンショックの影響っていうのを、冷静に確認すると、震源地であったアメリカは政府の迅速な対応で軽症で済みましたということですね。なので翌2009年以降再び経済成長していったということです。一方、本来だったら全く関係がなかったはずの日本っていうのは、メディアに無駄に煽られ
られてしまったがために、なぜか重傷を負ってしまったということですね。はい。で結果、まあ、いつまでも日本は復活できずという状態が続いたということです。はい。でそんな中ですね、まあ、日本全体がもう成長っていうのを完全に諦め始めていた中ですね、ある一人が日本再成長のために、まあ、とんでもない経済政策っていうのを、まあ、うちに秘めていたということです。はい。ということで今回のテーマはリーマンショック日本への影響はどうだったかというテーマだったんですけれども、まあ、結論は世界が警鐘の中で日本だけが重傷を受けてしまったというのが今回の動画になります。はい。もし今回の動画がですね、まあ、何らかあなたの気づきのヒントになったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてですね、あなた自身の学びを深めるためのコメントをぜひお書きいただきたいというふうに思っています。まあ、こういった動画に関してはですね、まあ、例えばもし先生と生徒という役割があるとするならば、学んでるのは 100% 先生の方です。いつも先生と生徒っていう2者がいたときに、学んでるのは先生の方なんですね。生徒は学んでませんということです。じゃあ、先生はとにかく目の前の人に少しでも分かってもらおう、分かりやすく分かってもらおうということで一生懸命考えながら話をしています。だから学んでいるんですね。どんどん教えるということを通じて学びを深めています。一方生徒の方は、まあ、例えばこういった YouTube っていうのは、ただ見るだけ、ただ聞くだけなわけです。つまり受け身なんですね。で、受け身っていうのは学ばないんですよ。だから、見たこと聞いたことっていうのは、2日後、48時間後に、きれいさっぱり全部忘れてます。この動画の内容っていうのは、2日後はもう全く覚えてないということですよね。ってなると、あなたがこの動画を視聴したのに対して、時間を投資したことが全て無駄になってしまうわけです。それってすごくもったいないんですね。だからあなたの貴重な時間っていうのをこの動画の視聴に投資していただいたということであれば、せっかくだったら何かですね、まあ、今後に生かすことができる知識っていうのをね、蓄えていっていただきたいというふうに思っています。そして実際そのね、知識っていうのをあなたの家計とか事業とか会社経営っていう実際のお金、実際の経済状態の改善っていうのに役立てていっていただきたいんですね。だから、まあ、学びっていうのは、学習っていうのは見て終わり聞いて終わりじゃないということです。インプットで終わるんじゃなくて、アウトプットまでして初めて学びっていうのが完了するということです。だからあなた自身の学びを深めるためのコメントっていうのをぜひ書いていただきたいというふうに思っています。で、どういったことを書いていくと、まあ、学びを深めていくことができるかっていうことなんですけど、例えばこの動画を見ての率直にあなたが感じたこと、感想ですね、もしくはこの部分が一番学びになりましたとかね、こういったところに気づくことができましたとか、こういう新しい視点を得ることができましたとか、今までの人生経験に照らし合わせてこういったところがつながりましたとか、まあ、そういう気づきの共有であるとか、もしくは、まあ、白坂は白坂なりにあなたに一生懸命ね、分かりやすく理解していただこうということで、まあね、説明を、しているんですけれども、とはいえ、ね、ここの部分が正直分かりにくかったですと、ね、別の表現で、ね、もう一回分かりやすく教えてもらえると嬉しいです、ありがたいですみたいな、まあ、そういうこの動画内容に関する質問とか、そういったことをぜひ書いていただきたいというふうに思っています。あとは、まあ、今回のテーマっていうのはですね、まあ、結局リーマンショックと直接は何の関係もなかった日本企業の業績とか株価っていうのが間接的な影響で結局また下がっていくっていうのを確認したんですね。つまり直接的論理的な理由じゃなくて、心理面の方で結局日本企業の業績であるとか株価っていうのが下がっていったっていうのを、まあ、今回はやっています。この動画に関連するということでですね、じゃああなたは、ね、恐怖とか不安とか、まあ、そういう否定的な感情を断ち切るためにやった方がいいと考える超具体的な方法っていうのは何ですかということですよね。だから直接関係ないのに実際間接的に大きな影響を受けてしまったっていうことを今回やってるんですけど、じゃああなたはそれを避けないといけないわけです。あなたは直接関係がないことであれば、ね、その影響っていうのをね、受けない、断ち切らないといけないということですよね。ってなった時に、あなたはじゃあもし恐怖っていう感情が湧き上がってきました、もしくは不安に駆られてしまいました、そういう、まあね、生きていればそういう恐怖を感じたり不安っていうのを感じたりするってことは起きるわけですけど、それをずっと引きずらないで断ち切る、恐怖や不安っていう否定的な感情を断ち切るために、じゃああなたは何をやったら効果があると思っていますか、どういったことが効果的だというふうに考えてますか、それを実際に、ね、できる超具体的な方法っていうのをね、ぜひ今回はコメント欄で共有していただければというふうに思っています。それが今後のあなたのですね、まあ、人生とか生活に必ず役立つ一つの学びになるというふうに思っています。
はい、ということであなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。